お疲れ様スラットです。今日はこちらジャイシンクイズやっていきます。さあね、ウィザードが限界突破、そして新呪文ね、はい、ボイドも登場したので、まあ、今日はね、この両方を使ったね、はい、ジャイデッキで遊んでいこうかなと思います。で、バランス調整が来るはずなんですけど、まだ来てない、ちょっと遅いな今日。なので、まあ、この動画撮ってる時は、まあ、調整前ですね。はい、で、調整は結構今回進化がね、はい、弱くなるみたいな感じなので、まあ、今までよりはね、その進化カードがなくても戦えるようにはなるんじゃないかなと思います。まあ、まだ調整は来てないですね。はい、というわけで、まあ、ウィザードね、進化回すか、2回に1回だしな、初手に正直出してもええー、やろって話ですね。そして、ボイド、ボイドね、これ結構強くて、正直ね、エルジャイにこれ打っていい、これでエルジャイの HP 結構解けます。はい、しかもダガーの火力も高いんで、なんならもうここで溶かしちゃいましたね。ウィザード残ったらついね、それ、微妙か残ったがみたいな。さあ、ボイドはね、3回ライトニングみたいに上から降っていきます、雷が。で、単体ユニットならば火力はすごい高いです。はい、ロケットよりも高いんだっけ、ロケットぐらいなんだっけ、はい、みたいな感じですけど、まあ、2から4体だと、まあ、矢波ぐらいのダメージで、お、これおもろいぞ、ほい、いや微妙かウィザードなんかどうなんて怪しいとこではある。はい、で、まあ、5対1になるとボイドね、火力全然出ないんで、もう打たない方がいいぐらいですね。まあ、スケルトン部隊とか、まあ、意外とスケラの防衛とかそういう部分では使えるかなっていうね、はい、感じです。これもしばこうと思えばしばけます。まあ、でもしばかなくたってだいぶダメージ入りそうなんでいいかな。手札回しして、なので、まあ、ボイドで正直エリクサーポンプ壊せます。フェイクしか今までエリアド取れなかったんですけど、ボイドでもエリポンにアド取れます。あと、スパーキーも壊せます。はい、ああいうボーラーにも打てます。で、これ、打つ位置が悪いか。あ。3発落ちるんですけど、1発しか落とせなかったんで、まあ、単純に下手。ボイドがちょっと下手なのは許してください。はい。相手の、まあ、素晴らしいライトニングが来ましたよね、と。まあ、これ、進化ザップで、はい。まあ、火砲来たら、どうだろうって感じですけど、まだ火砲前なんで、はい、普通に杖ですよ、と。正直これボイドでさ、結構削れるんですよね。1779よ。どんぐらい削れんだ ?1779。あ、200いかないぐらいね。削れます。ミニペでしばけます。ウィザー当たります。で、ウィザー当たり飛来死んできそう。あー、それ強っ。ミニペ。このフェニーもちょっと強いか。これボーラーをどんぐらい削れんだろう。あー、これ2体に当たると、まあ、そんな火力出ないんでね、まあ、相手の狙ってるか分かんないが、いい飛来心みたいな。いや、なんかウィザード2だよ。もうなんかジャイウィズ、ジャイウィズじゃねえ、ジャイフェニ。さあ、勝てそう。で、あのフェニックスとかも正直これでね、飛ばせます。はい、ロケなんだよ。しかも卵までこのまま破壊できるんで、なんか強すぎん俺の中ではボイドはぶっ壊れだと思ってます。はい、ぶっ壊れだと思ってて、進化ウィザードはまあ賞味ヘナチョコよりっすかね。うん、まあでも、うん、いや、ヘナチョコよりかないや、5個するんでね。しかもウィザードでタワーを折れるとこまでいくかって言われると、そんな破壊力もない。まあ、守りはすごい強いと思うんですけど、なんか次バランス調整でテスラがね、なんか唯一強くなる気がしてるんで。おお、次行くの。まあ、それならテスラとかでいいかな。さあ、これ端前じゃいけたら熱かったけどな、微妙だったか。今なんでザップ打って、もう一発、おい、いいね。さあ、相手もジャイやな。で、スパーキーが
いてもおかしくない。いてもおかしくないんですけど、多分いない。多分いなさそうっすね。で、ボンバーいたな。おー、ファイブね。多分スパーキーはいないはずです。まあ、ジャイ来たら即ミニペでボンバーに抜かれるかなとか。こういうのも、まあ、このボンバーぐらいだったら、タワーとかと一緒に打っても、多分しばけるんで。まあ、でもこうなるとね、微妙ね。正直。まあ、ビガー削りとかしとくか。いいよ。ミニペが。ミニペが強いんだよ。まあ、このメガゴの受け方はね、正直、いろいろあったが。いや、これフェニカ。フェニ追加の、まあ、ディガーまで飛ばして、っていうな。ちょ、ボイドね、いつ打つんって話なんですよね。ちょ、使わなさすぎか、俺。もうちょっと打っても良さそうだな、ボイド。でウィザードこれ強いんで、ファイブ耐えれます。正直。打ってこねえ。まあ、ここっすね。まあ、これ進化ザップの方が、速攻性が。で、この辺に打っとけば、ほい。いやー、2体いんのか。いや、でも、ほどほどな火力があります。ほどほどじゃねえか、ダイバルか。単品だったらより強いんですけどね。おい！さあ、ボイド進化ザップで、ぬるっと突破していくよ。メガゴ1体とかしかいなかったらさ、ワンチャン一発とかで処せる。まあ、さすがに一発は無理か。まあ、二発ぐらいで処せるね。でも、本当に単体は最強なんで、守れます。スパーキー、エリポン。まあ、ロイジェイとか、エリジェイとかに打ってもいいしね。ライドラとか。本当に火力は最強ですね。しかも3コスで手札回しもできるんで、最悪。ぶっちゃけ適当に打ってもいいしな。ボイド。ラバパピーとかには、まあ、2発ぐらい落ちれば、2発か3発落ちればね、処理できると思うんで、まあ、柳雨みたいな感覚。まあ、ちょっと時間かかるが、これ、一発打たれたらすぐジャイとか出してケアをすればワンチャン目できたっすね。そういうケアも準備しとかないといけないですね。今後。常にこう、飛来心をする意識といいますか。今まではね、最後残りタワー HP が100とか200で、ちょっと飛来心してみようぐらいだったかもしんないんですけど。今後はなんか常に意識しないと、ユニットがな、いなくなっちゃうね。さあ、墓石とかはだからちょっと強いよな。なんかすげえ、骨骨デッキだな。さあ、進化ウィズ、こんにちは。まあ、ラバディガー的な。おお。めっちゃガンガン使ってくんな、ボイド。逆にこれで、ね、相手の癖を見抜いたと思えば、ウィザードに絶対打ってくる。だから、次、ウィザード出して、即ゴブリンとか、まあ、ジャイとか、出して飛来心するっていうのも、大事な気がする。墓石に弱いっていうちょっと致命的な。打ってみてもいいか。いこれ1個しかなかったら強いね。で次4体も、いや強いよ。タイミングによっちゃ全然強いよ。暇タップで打っとくか。いいね。だから施設突破にも強いんだよね。テストラとか大砲とかはまあ何でも。インフェにはちょっと壊す前に焼かれちゃうかなってイメージあります。攻めちゃう、はい、でワンチャン来るよこれ。まあこうしとけばね、打ちにくいでしょ。で打っちゃう。おい、おこれ相手ちょっときつそうじゃね。俺はフェンには延命とかしたかったけど、でまあウィザードがね、はい、優秀なんで、ウィズでラバ適当に回収して、やべやべ、あーああああこれ強そうじゃね。
どうなんやろ、わかんない。いやこれはね、おとなしく進化ウィザードで守るか。最強な気がする、このウィザード。ポイズン使ったよ。やべ、これ延命したい。オッケー。いやこのね、これを常に構えとかないといけない。もうね、忘れてるというか意識の外。構えとかないとな。まだポイズンもあったんで、なんか嫌だな。ね、まあ溶かしてウィザード出していけどさ。まあ飛来心するか。これでここの位置のウィザードはさすがにやられない。どうなんやろ、まあ、一応出しとくか。いや、よし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 、はいはいはい、みたいなね。これが必要らしい今後は。でもここでいっぱい出したら出したで、こんな感じでさ、ポイズンとかで溶かされるんで、え、どうしろっていうんってなるよね。いやでも攻めでもちょっと強いか。一発いいね。さあ水出して、これもう絶対来るやん。ほい、いやーまんまだね。これで意外と相手のボイドを無駄にはなるかも。あ、無駄ではねえか。さあもうこうなればディガープラスのボイド削り、コウモリとかをね、ワンチャン溶かせねえかな。3発ぐらい落ちりゃ、あいつ回復してんな回復してるから。いやーこれマジで降りたい。これで折ってほしい。いやでもおい、最悪最後ボイドで180ぐらい削れるんで、ボイド削りもあった。まあウィザードはまあその進化時であればね、最悪ペッカとかもウィザードだけで受けれるみたいな、陸受け、一瞬の陸受けというか、近距離ユニットにもまあその瞬間であれば戦えるみたいな感じかな。まあそのシーンが少ないんでね。ロケット、まさかの、珍しすぎる。まあロケ撃たれたんで、まあこれ行くんすけど、まあロケデッキは迫撃プラスアーチャーとか、まあ枯渇とかもあるよね。枯渇っぽいな。これテスラ破壊できたら、いやマジで破壊できそういやこれ強すぎん、入ってねえのか。施設突破に優秀でさえ、クエイクの能力も持ってるし、まあ単体火力のね、まあロケットライトニングみたいな能力もある、かつなんだろう何でも、何でも屋さんです、ボイド君。え、だから相手プリンセスタワーや、プリンセスタワーとかいるんやな。え、これウィザードさ、ロケット撃たれても耐えれます。はい、まあさすがに撃ってこねえか。お、シード残んの。ああ、まあまあ、撃って進化助けが強いのだけなんか嫌だな進化助けはまだ強かった。やべえ、なんか進化助けさ、俺今しばいたよな。え、終わったやん。ボイド弱っ、嘘やん、嘘って言って。え、ボイドの弱点きたわてか進化助さ、上と下にいたからか、下側の部隊全滅させたのにみたいな。え、まさかのね、想定外すぎる。このまま飛来心ね、多分相手も、ね、してますよね。じゃあでロケット偉いね。だからこれ飛来心されると、あー突破できないんで、こうなるともしかしてボイド弱いのかみたいななっちゃう。まああえて撃たないみたいなのも大事か。
ね、狙われてるユニットそこに出るから相手打たずにリガー削りみたいなね。だからその今までよりも駆け引き、そういう部分のね、駆け引きなのかまあでも平石にしなきゃ突破されるんで、平石にするしかないか。まあ、ユニット絶対来るからこそ、まあ、それファイボまで打っちゃったりも強いよな。ボイド打ってファイブってか絶対なんか出てくるもん。さあよろしく。ボイドで、まあ、縛いちゃってみ。ロケ砲とかはね普通にタワーと巻き込んでも縛けるんで。打ち毒か近畿いいね。ほんと矢の羽目の代わりにもなる。アーチャーとかロケ砲もね普通にタワー巻き込んで縛けます。これ施設来たらボイド打ってディガー飛ばしてグッドゲームみたいな。施設でなんか飛来心されんのね、さっきので嫌なんでちょっとしにくいようなこの辺の位置に打っとくと。いやーたまたまロケ砲選んでほしかったな。だからボイドの打つ位置もねすげえ大事な気がするわ。適当に打ったらねさっきみたいに簡単に飛来心されちゃうんで、ユニットをなんか出しにくい後ろの方に打つのも大事な気はする。まあ施設突破の時かな基本的に。よいしょ。そして進化ウィザード火力とか上がってないかな。まあ、お、え、え、ちょ待ってちょ待って全然そんな期待していなかったとこからウィザードが、え、今のやばくね吹っ飛んでさ、しかもターゲット変わってジャイ残ってるわ。え、何をぶっ飛ばした今、進化ないとか。今のやばい、全然考えてなかったわ。期待しなかったウィザードごめんマジいや終わってるこれ。え、ロッキーさ、まさかの進化ウィザードのおかげで勝てるとはね。え縦が、縦爆破のフックバックがさあ不意に来た。正直ウィザードを連れてはいるが今日のメインはほぼボイドだと思ってた。えぐいな今の。それでウィザード残ったからこそ相手も1コスケ出してもねワンパンされるし。えそんなこともあります。はい、進化ウィズね狙ってできねえよな。まあシールド持ってたらぶっ破するぐらいか。まあ、形組んでもそう、まあ、あのマザネクに打ってもいいけどな。2台でちょっと、え待って、ウィザードやばい。しかもこれ1体にしか今当たってないからガーディアンもだいぶ溶かしたちょっと待って、ウィザードがえ思ったよりもだいぶ頑張ってるんですよ。だから衝撃が多分早いっすよねウィズって。だから今2体殴れたもん。さあ盾持ちでーす。あーロケコのでワンパンされると盾ね。まあだからでもウィザード緊急調整で盾の HP がちょっとだけ上がるみたいな情報見ました。でまだ上がってないと思います多分。多分、はい、なのでまあもうちょっと縦 HP 増えんならば、まあ、考えてやんないこともねえか。まあこういうので手札回しで削るのも相手視点は嫌でしょう。3コス180でしょ。いや結構コスパいいダメ出るんですよね。まあ漏れるかな。これ進化ザップ欲しいな俺早く。でいけ、いや自陣入らんか。止まったな。やばいその延命。
いや普通にウィザード普通にウィザードで止まったわ。いいね。まあこれボイドでも落とせるんで落としちゃう。ボイド削り。よいしょ。いいね。今回まあボイドほぼ手札回しだけど、逆に手札回しで使えるのも強い部分ではあるか。でーん記念に言っとく。いや絶対強いと思うんだよな。まあでもさっきなんか飛来心された時はものすごい嫌な気分にはなった。打たなきゃよかったっていう。3コスまあ一応無駄にしちゃったっていう解釈にはなるかな。飛来心するされると、まあ、突破できてればいいんだけど、まあだから突破できる能力も上がる。不意に不意打ちね。不意打ちボイドでトリトンしばいたりリトプリしばいたりスパーキーね破壊できるんで、不意打ちボイドが刺さればワンパンできることも増えるが、逆に相手の不意打ちボイドも警戒しないといけない、かつ自分が打ったのが飛来心されてカウンターが来る可能性もあるんで、今までよりもちょっと考えなきゃいけないかもね。こういうのもなんか来そうだもんね。いやこれ美味しいよ。ちなみに打って早く、これでさあ2ヤード取れましたっていうね。いやー守ってほしいな俺は守ってほしかったんだな。エリゴレ来ました。こんにちは。ウィザードで焼いてやる。やべ進化ボンバーやこれ。いやでもウィザード最強じゃない。一応気持ちしてたのボイド警戒。いやウィザード頑張れんのこれ。いい。いやこれ結構許容したんで、まあボンが来るぐらいボンボンボンいっちゃう。一応あれボイドでしばくことは可能。いやーまあダクネ来たらね話が変わるっすね。ダクネとかに弱いね。コウモリにも行っちゃって結構残っちゃうみたいなイメージはある。いやこれジャイ行けたらめっちゃ強いんだけどな。そんなコストねえか。ウィザードシールド残ったね。まあシールド残ったならミニペまで行っちゃう。いやこれ来た。いや飛ばしすぎ。ミニペが殴れなくなったよ逆に悪い。え待ってこれやべえ。エナチョコフェにした。行きたい降りたい。いやこれやべえ。マジやべえ。守れるかな俺これ守れんのかな俺。前で呪文なさそうなんで。いや待ってこのウィザードさ天才的とかない。これやばい。このウィザードえなんかウィザードのおかげで頑張れてる。もしかして俺やべ。タイブレイク。これディガーとこれで落としてほしい。おぶねえおぶねえ。いやウィザードの左のノックバック優秀すぎる、かつ最後のボイドの削り。いやまあでもダクナイトとかだったらさ結構ボイド打つ場面なかったっすね。まあ本当に手札回し最後の削りぐらいか。ウィザードよくやったよおい想像以上のね働きを見せてくれる時もなんかちょいちょいあるか。意外と悪くねえのかな、まあ、意外とぐらい。うんお
弱ウィザード。まあでも手札回しみたいなとこあるか。インドラめっちゃめちゃラバや。平井信也だなこれ。一応飛ばせます。あ、当たってねえわ、やば。これ溶けるかな。溶けないらしい。しょっぱ最強ウィザード。やりすぎか。まあ、おこれ卵ある。ウィザード残る。いやーいいザップしちゃった。いやこの角度が悪いことによってゴブリンが結構入る。んちょっと単体バルーンもボイドで破壊。いやいいね、悪くないよ。進化ザップ貯めたいな俺は。まあ禁忌しちゃうか。そういうこともあるか。まあこれは多分ダガーがね強すぎるがゆえにボイド今は打たれなくても入んなかったかも。さあ進化ザップを貯めればスケドラはねしばけます。インドラもね、インドラだけに狙えればボイドで溶かせます。エイムがね重要になるなこれ。毎日エイム練習しなきゃね。いやこれウィズ突破されんのかな。突破されなそう。さあこれ縦線を剥がしてめっちゃ強いんだけどボイド。いやしかもこれ進化ザップだ。ちょうど進化ザップもな、何が強いかな。インドラだけ剥がしてほしい。嫌だもん、なんかミニピカ一発。うわエリアしないが、全てはウィザードの養分養分養分。まあ俺逆サイクル可能性もあるんでね、普通にウィザード残しとくわ。まあ攻めどっか適当に。陸がね相手急いで回さなきゃ。これなんか危ない匂いがしますこれ。まあでも進化ウィザードのさ防衛力あるかな。これはい普通に進化してなくても強かったか。いやこれ飛来でっけえ。これ飛来進できたことによって逆に相手はもうこの水がきついっていう。いやこれねマジ飛来進すげえ重要になったな。あと今ウィザードシールド持ってたのもでかかったっすね。よしよしよし。いや常に飛来進警戒ね大事です。さあということで進化ウィザードジャイね、よかったら水くん結構ピンチをね救ってくれたイメージあります。はい、なんか意外なところで活躍するな。今日で評価上がりました。はい、でまあボイドはね、まあ、強いんですけど飛来進されると逆にピンチになるし、逆にこっちが飛来進できれば、はい、一気に有利にもなるんで、まあ、常にボイドの警戒をすることがね、はい、重要かなと思いました。皆さんね、どちらも、はい、使ってみてください。ちゃんと声がお願いします。お寿司様だね。